続いてのフロア競技は男子一部 100m 競走の決勝が行われます。この大会記録は農大第2の宮田君の10秒3、県高校記録は同じく宮田君の10秒27です。では決勝に出場いたします8名の選手をご紹介いたします。来年94番久保塚君、農大第2、1年生。第3年920番金子君、チーム第1。第4年863番長田君、前橋育英、県総体準優勝。第5年848番高田君、前橋育英、県総体4位入賞者。第6年921番川島君、桐生第1。第7年28番高橋君、高野県総体の入賞者。第8年436番高橋君、高崎県総体5位入賞者。第9年437番高川君、高崎、以上8名によりまして男子一部 100m 競走決勝が間もなく出発です。男子一部100m競走決勝です。